株式会社シェルパの山崎と申します。うちの会社は、建築 CG の、まあ、制作会社なんですけど、まあ、3年前から、VR の制作を始めまして、まあ、現在こういった、VR と IoT を組み合わせたシステムとか、まあ、アミューズメント系、医療関係、まあ、そういった分野幅広く対応できるような、VR コンテンツの制作を、行っております。はい、こちらが、IoT センサーを使った、まあ、エアロバイクで、楽しみながら VR 空間を、自由に動き回ってもらうというようなコンテンツを立てています。で、まあ、3つコンテンツあるんですけど、まあ、一番面白い、未来都市のコンテンツを体験していただきたいと思います。はい、お願いします。はい、覚えてください。そのまま。うわ。あ、やばい。え、あ、どうすればいいのこれ。うわ。落ちます。うわ、あ、なんか落ちた感覚があるような。やば。左右見ていただきながら。下見たら。飛行機飛んでるシーンとかも、あ、飛行機飛んでる、わーすごい。チカチカしてるところがゴールですね。あ、ゴール、あー、すげえ。すごい面白かったです。よかったです。はい、すごい方です。ありがとうございます。将来の展望としては、まあ、VR と、まあ、人工知能ですね、今後は、まあ、それを使った、まあ、いろいろ、コミュニケーションツールであるとか、まあ、あと海外に向けて、発信できるような、VR コンテンツの制作を、行っていきたいと思っています。